多賀城市立城南小学校は、宮城県多賀城市城南一丁目にある公立、小学校。学校近郊に、東北歴史博物館、多賀城成長跡などがあり、身近に歴史を学べる環境にある。生徒数は862名、職員数40名で、多賀城市内の小学校全六校中、一番大きな学校である。 交渉交渉1975年9月1日、制定。交渉好き案者は、井橋博氏交渉は、多賀城の軒木瓦である、十弁連盟分岐板瓦を図案化したものである。縁取りの部分がそれにあたり、その中に小学校を表す、小の文字を入れている。由緒ある、静かな環境の中で明るく、胸を張って、たくましく高い理想を一筋に未来に向かって進む。 児童を目指している。後期1977年1月29日受立。校九1976年11月制定。作詞は菊池新、作曲は三好明。詞は通作歌曲形式であり、曲は二部合唱の合唱曲である。多賀城詞は約1300年前の奈良時代から約600年間に渡って東北地方を治めるために国府と、 真珠府が置かれたところである。学区は、市の北北西に位置し、日本三大史跡の一つとして知られる、多賀城成長跡をはじめ、多賀城碑、多賀城廃寺等を含む、特別市跡地や東北歴史博物館があり、名実ともに、活力と触れ合いのある市と、多賀城の中心を成している。本港東側には、2001年にできた国府、多賀城駅がある。 駅ができる前には田園地帯であったが、駅ができてからは急速に宅地化が進み、東側に高層マンションが、南には大規模店舗が並ぶなど人口が急増した。しかし、現在は落ち着いており、児童数は横ばい状態である。地域住民及び保護者の教育に関する関心は高い。ありがとうございます。